今日は脳筋カフェ&バーからです。平さん、鉄板ライブ富山市五福の富山大学近くにある脳筋カフェ&バーからお伝えしていきます。脳筋カフェなんですが、漢字で書くと脳みそまで筋肉という言葉の略なんです。なるほど。今日は脳みそまで筋肉になってしまいそうなぐらい筋トレを愛してやまない店長がいるお店に行ってきますよ。お店の中もすごいんですよ、一見入るとおしゃれなバーという感じの雰囲気なんですが、入ってすぐのところには上見てください、なんと懸垂ができるんですよ。本格的な懸垂台があります、ちょっと似つかわない。ちょっと私もやってみてもいいですか。平さんできます？じゃあ、いや、わからないです、縛ってください。気合十分ですね、そうですね、やるときちょっと気合い入れてね、やってみますね、頑張ってください。無理せず、そうですね、いや腕まくりもしてドキドキします、じゃあ、いきます、頑張って、浮いてる浮いてるけど、どうですか。いやー、ここから上がるのが難しいですよね。なかなかね、持ち上がらないよね、無理しないでください。ダメです、もう手に豆ができそうなぐらいです。それは言い過ぎです。筋トレやってる人、飲んでる方も多いんじゃないですかね。プロテインが1杯400円で試飲もできるんです。本棚みたいなところにプロテイン置いてある。筋トレが大好きな店長五十嵐さんと一緒にお伝えしていきます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。五十嵐さん、胸のメダルすごいですね。ありがとうございます、フィジークの大会に出ていただいたものです。そのフィジークの大会というのは筋肉美を競う大会なんですよね。かっこいいです。お店には五十嵐さんの大会に出た時の写真もあります。スタジオのお二人どうですか。バキバキですね。芸術ですよね。嬉しいですね。すごいかっこいいな、本当にすごいですよね。すごいムッキムキなんですよ。いい笑顔ですね、もうすごい筋肉美ということで、かっこいい。五十嵐さんが作る筋肉料理、どんなものか気になりますよね。あんまり運動しない私とかでも、もしかしたら筋肉もりもりになれるかもしれないメニューがこの後登場します。お知らせの後詳しくお伝えします。富山市五福の脳筋カフェ&バーからお伝えしています。改めまして五十嵐さん、どういったお店でしょうか。はい、トレーニングされている方やダイエットされている方でも気にせず美味しく食べれる料理を提供しています。お店を訪れる方は筋トレを普段していないというお客さんも多くて、 そうですね、そしてみんなに楽しんでもらえるようなおしゃれな空間にされているということです。では前回の店長ペペさんが間違いないと言っていた鉄板メニューがこちらです。サバカレーです。これ中にサバ入ってるってことですよね、このカレーの中に。はい、はい、ではいただきます。サバの臭み一切ないですね。あの、食べてるとちょっとドロッとした感じというよりかは粘り気あるなって感じがします。はい、オクラは中に入っています。あ、そうなんですね。トマトも入ってますよね。はい、野菜もたっぷり入ってます。なるほど。このサバカレーの他にお肉を使ったカレーもあります。それが、はい、はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。これは胸肉ですよね。はい、鶏胸カレーになります。はい、はい、では鶏胸肉が上にたっぷり乗ってます。ボリューム満点です。いただきます。お肉柔らかくてジューシーですね、はい、ちょっとスパイシーなピリ辛味ですね。はい、タンドリーチキン風味のサラダチキンになっています。これお肉こんな柔らかいのって、はい、低温調理でゆっくり時間をかけて煮込んでいます、あ、だからここまでふわふわ柔らかいんですね。はい、そしてここで食べられる高タンパクのメニューは食事だけではないんです。皆さん、前回の店長のペペさんが間違いないと言っていた鉄板メニューがもう一種類あるの覚えてますか。ヒントは食事メニューじゃなくて
デザートです。五十嵐さんお願いします。はい、高タンパクソフトクリームです。はい、これ一見普通のアイスって感じしますが、ちょっといただきます。うん、うん、甘くて美味しいです。これちょっと滑らかっていうよりかはシャリシャリとした氷っぽい食感がありますね。はい、あの低脂質で高タンパクな牛乳を使ったソフトクリームになります。あ、なるほど。あのトレーニングした時とかちょっと疲れたなっていう時って甘いものを食べたくなるじゃないですか。でも低脂質で高タンパクだと運動してる人にも嬉しいですよね。そうですね。はい、そしてあの中継コーナーの前半に1杯400円でプロテインの試飲ができるというふうにお伝えしたんですが、私どうしてもマンゴー味のプロテイン飲んでみたくなったので準備してもらいました。はい、ここではジョッキに入れてプロテインを飲むんです。はい、おー、はい、ありがとうございます。ではいただきます。香りはすごくフルーティーな感じですね。うん、ミックスジュースっぽい感じですっごく飲みやすいですね。うん、はい、美味しいです。あのここでプロテイン飲んで高タンパク低脂質のものいろいろ食べられて、なんかちょっと私も筋肉がついたような感じがします。はい、ちょっともう一回懸垂やってみます。いやできるようになったかな。いきます。うわ、ちょっとさっきより上がってないですかね。いや難しいですね。すぐには筋肉つかなかったんですが、ちょっとこれからも運動頑張りたいなと思います。わかりました。ちょっとやってみましょう。あ、お願いします。おお、すごいですね、五十嵐さん。さすがです。皆さんも筋トレ頑張りましょう。はい、お店は1周年を今週末迎えるということで、そのイベントに関してもお店の SNS で発信をされているということです。では次回どこに行きましょうか。はい、次回は富山市にある大仙丸食堂さんです。はい、どんなお店でしょうか。富山湾のお魚をたっぷり美味しく食べれる大仙丸丼がおすすめのお店です。間違いないですか。間違いないです。わかりました。では次回は富山市の大仙丸食堂からお伝えします。鉄板ライブ農金カフェ&バーからでした。